ジェイ。ピッピッピッ。違うでしょ。何ですか今日のネタは。てな感じでね。本当に。よし、よし。そのヘズマリュウが。はい。何やらかしたって。逮捕されたっすね。ちょっとよくわかんないけど。てな感じでね。視聴者がわからんだよお前本当にボケガセお前の方が何だったらひどいでなで、なんかお前めっちゃ家近いだろめっちゃ近いですねどれぐらい車で10分15分ぐらいそんな近いお前コロナじゃお前やばいね、ちょ保健所行ってこい疑惑ありますねちょっと保健所行ってこい疑惑あったら言えよお前空気感染するよ見に行ったりしてないんだろはいなんかそういう、なんか人を集めたりしとったんじゃないかこれ何十人も感染したんでしょ警察まで感染したんでしょこれそう警察までなんで多分捕まって、うん、うちおるじゃないですかめっちゃなんか、うんうん、昔捕まったやつとか、うんうん、で多分そういうのでなんかその取り調べとか受けるって僕も聞いたんで、うん、なんでそういうので何人も何人も取り調べっていうのを受けて、うん、でその人たちがもう喋っとるもんで、ね、感染しちゃって取り調べよなはいなんかそこで今日は何ヘズマリュウのまあ話も含めはいまあ留置所拘置所警察に捕まったらはいどんな感じになるのって職人多いじゃん。うちの人間って何年も多いっすね。から。で俺も面会何回も行ったことあるからね。パターン多いっすね、本当に。あいつ捕まったじゃん。はい。まあ前科がない程度としたら、はい。どうなるんですか。お前詳しいだろ。今日は、うん、あのいろいろ情報を聞いてきたんで、昔捕まったことある程で、ちょっと僕今日はい程で、そういう程です。そうよね。まあ捕まったことが。ある体にしてる体にしてる体そこら辺はまああれですけどはい何、まあ、実際に捕まるとで実際捕まると、うん、多分まあいきなり多分現行犯で逮捕されるやつだもんで、うん、多分48時間ですよだけどなんで切り身を食ってレジに持ってくるって万引きでもねえじゃんなスーパー内で切り身を食って、うん、で後その後に金払ってるやつだもんで、うんうん、最初にもう食っちゃっとるんですよ金を払わないで。それはバカじゃないか。いやいやいや。お前分からなかったかもしれないけど、俺は分かった。俺は G 読んだだけで、お前 G 読んだだけで分からなかったんだ。いや、違うんですよ。僕みたいなやつがおるじゃないですか。それを伝えてあげたから。あ、そいつなんやな。伝えてあげたから。お前の家族が。僕の足場しか組むことが脳がねえやつがボールで。僕のファミリーに伝えなかったファミリーに。足場しか組む脳がねえやつ、何十回分からんけど。でも、なんか俺こいつの YouTube も今回見たけど初めてね、はい、ああいうなメントスコーラみたいな、はい、だけどその職人のお茶切りと全然違うから違うですねお茶切りがやんちゃ、はいはい、職人ってまあね入れ墨入った子とか、はい、悪い子とかね中学校の時からヤンキーやった子とかまあ結構おると思うんですけど、はいまあ、あんまりそういうこと書いたら、まあ、この間コメントでいや俺らは不良じゃないでそういう一緒に見られたくないからって言われたけど、はい、だけど別に昔悪いことなんか全然悪いことじゃないじゃん今きちっとやって、まあそうですねね、普通のサラリーマンじゃないようなことねきついことやってんだから、はい、でもこいつってなんかちょっとちゃうやん見とって違うですねいや俺はもうちょっとキレたりとかさ、はいまあ、現場でねいろんなギリギリのことやったりとか、ねはい、お客さんにもね、まあ、許可いただいてるとはいえ、はいまあ、結構コメントも書かれるやん、はい、だけどちょっと違うよなちょっと違うですねなんか横着衣っていうよりあの、うん、迷惑逮捕するのに、まあ、そこから拘留するには、うんまあ、48時間はその、うん、拘留できとる、できるんですよ、うんうん、何もなしに現行犯逮捕っていう、うんまあ、逮捕してから、うんうん、だけど48時間は、はい、もう留置所留置所最初行くのは留置所じゃないそうですね留置所留置はできるんだ留置48時間留置マックスがとりあえず最初、うん、その逮捕状っていうのがあるんですけど、うん、その逮捕状がなかったら48時間は警察はその拘留できる詳しいね逮捕状だったらもっといけるんだ逮捕状だったらあの3週間ですね21日マックス21日48時間以内に、はい、怪しいなと思って逮捕状出すんだ出すっすもうでもそれはもうなんかその、うん、その裁判長じゃなくてその、うん、向こうの方から検察庁の方から出てくるやつなんで、うん、逮捕状ってことはまあ検事がはいもうこいつ怪しいよって認めるってことだよなそうですねで48時間以内にもう決まるってことだよな48時間以内に決まる以内に逮捕状が出るか出るか決まってはいで、あのまあそう簡単にはだって48時間以上は拘留できんってわけだなそう簡単にはそうですね48時間以上、うん、ただまあもうほとんど多分毎週場合だって動画にしとるんだもんねもう反省もう動画にしとるんだもう反省いくら否認しようがもう否認しようがもうダメですよね、うん、で、まあ48時間後にまあそのまあ逮捕状が出たら10日間拘留できるわけそうですね、でそこもまた一回なんかあの検事調べっていうところに行くらしいですね延長する場合は
そうっす、最初にまず最初に48時間、まあ、大体2日ぐらいから検知調べっていうのを行って、うん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 、まあそこでまあ10日、まあ多分10日なんですよね、多分最初の検知調べなんで、うんうん、で10日後にまた最後の検知調べ行って、うん、それでもちょっとあこれちょっと怪しいなとか、うん、なんかあったら、まあ、また10日間延長とか、うんうん、でまあここでもう出せれるなと思ったらその10日で出せるよね。何が出せる？いやもうこの子が例えばなんていうんですか、もう全部罪を認めとるし、うん、じゃあこの子はもう罰金刑にしますとかっていうのをその10日の時に分かるらしいですね、うん、ということはそこで刑を言い渡す。でも裁判やるじゃん。略式裁判っていうのがあるらしいです、ね、ああ略式裁判っていうのがあるんだ。はい、略式裁判っていうのだともうそこで刑が言い渡されるんだ。もう言い渡せるらしいです。罰金いくらとか、あ、傷害とかよくあるよな。そうですね、罰金いくらとかで、まあ、略式で裁判所まで行かないけど、はい、そこで決まっちゃうっていうのがよくあるよな。職人同士で揉めたとかも、まあ、あるんですよ、はい、こうちょこちょこね。あ、なるほどね。でそこでじゃあ実際に裁判になるかならんかで20日間拘留されて、はい、で略式になったら、まあ、略式裁判で判決もすぐ出るわけだ。判決すぐ出ます。何日ぐらいで略式ですか？略式はもうその日に出ます。ああそういうこと、はい、実際に本当の裁判になった場合どうする？じゃああいつが否認して俺食べてないと、はい、うん、証拠不十分だって言ってで言ったら、まあ、多分、まあ、そこからも20日になるじゃないですか。で多分そこで起訴されるんですよ、いくら否認しても、うんうんうん、証拠もあるもんで、うんうん、で起訴されて、うん、そこから大体まあ裁判待ちになるんで、うん、裁判待ちの間も留置所に再逮捕食らったら留置所です。もう一回逮捕されたら、ああそういうこと。別だって否認、うん、否認罪、まあ、否認事件とか、うん、なんかまあいろいろ例えばまあ窃盗とじゃあ、うん、あいつなんか迷惑行為とか、うん、なんか多分警察がつけたりとかしたら、うん、もう一回再逮捕できるんで、うん、もう一回再逮捕したら、また20日間延長できるんですよ。あでもしその、まあ、認めとって本当の普通の裁判になった場合は、普通の裁判になった場合はそのまあ時期にもよるんですけど、うん、犯罪者が多い時期とかだと、まあ、2ヶ月から3ヶ月待ちとか。どんだけ詳しいんだろうお前裁判官お前たまにあのあれっすね、全然裁判官、たまに裁判官やってました最初だったら保釈とか、まあ、2回目3回目とかだとダメなんですけど、うん、その保釈っていうのがあるもんで、うん、いつの時点で出れるの？留置、もう留置終わった時点ですね。留置も終わったら、留置ってのはその20日間、10日間の10日間の延長の後だったら保釈金を払えば、そうそう、出れるってことは罪がなくなるってことなの？いや、罪がなくなるわけじゃないですけど、まあ普通、うん、なんかその留置所っていうのは警察署の中にあるんですよね、うん、うんうん、まあ僕も聞いた話ですよ、うんうん、はい、うん、その警察署の留置所の留置所、警察署の中に中にある鉄格子ついてるもんな。そうっす、あ警察署にも、うん鉄格子ついてる。いや、外なんだよ、外なんだよてな感じです。外から見てたよ、俺。外からです。あいつも岡崎署だろ？多分岡崎署だと思います。だって俺、あそこ岡崎署の面会行ったことある。まあそうですね、ある人捕まってましたからね岡崎署とある人が捕まってましたうちの社員まあそう、長いやつなんだよな。はい、で、まあ、留置所っていうところはもう警察署の中にあって、うん、そこで基本的には取り調べを行うんですよ、警察が。あなんで、基本的にはもうそこを出ちゃったらもう町なんですよ、うん、拘置所っていうところもあるんですけど、その留置所の次に行くところが、うんうん、拘置所っていうところはもう本当裁判待ちの人が行くところ。ああそういうことね、拘置所ってあるもんな、はい、そうですね、名古屋拘置所ってあるもんな。そうですね、うん、なのでその交流待ちじゃないですけど、その、うん、町の人が、裁判待ちの人がここにいるところが拘置所になるんで、うん、なんでもう基本的にはもう留置終わって拘置所におってもおらんくてもいいんですよね。そのお金を払って保釈で、そういうことな、うん、あの出させてもらえたら、うん、ただそれもなんか保釈申請出して、まあ、何日とか、まあそのまあ、いくらとかって、うん、まあ、金にもよるんですけど、うん、なんでカルロス・ゴーンかなんかが何億ですよね。ああそうだな、でそれで逃げたから、あれそれで逃げたっすけど、うん、ただでも一応日本のあれで裁判の外で待っとれるってだけだ。そう、裁判の中で待っとるか外で待っとるか、はい、まあ、一応裁判中だから前科じゃないもんな、はい、前科じゃないです、うん、怪しい容疑者だよな。はい、容疑者です。あだから外で裁判するか中で裁判するか、で外で出る場合はお金積んで、まあ、逃げないようにするじゃないけど、はい、でカルロス・ゴーンみたいな買い物は別に買い物は別にパンで逃げて帰ってこんのかな。帰ってこないです、うん、だけどさ、はい、まあ本当あのヘツマリュウって俺分からんけど、この最近見てね、ニュースとかも結構今何個か動画撮る前にも見たんですけど、はい、やっぱりその一般の人ってちょっと勘違いするの、職人さんって結構やんちゃそうで横着そうでとか結構単車乗ってることが多いけど、まあ、あんな感じじゃないよ。あんな感じじゃないですね。絡まれたらちょっとね、あの我慢できんで暴れちゃうとかはあると思うんですけど、
職人の世界の横着位こうランキングで、まあ、警察に捕まったもんいっぱいおるけど、はい、だけどちゃんと1年にね職人が勤まるやつってまあそんな感じじゃないですよ。そんな弱くないよな。芯があるっていうか、うん、まあ、僕もたまに絡まれてたまにうっとうしい時はピッピッピーとか言うっすよね。うせえんだよお前さっきから。あいつさんペッ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 やしたけどペッテスコーラしましょうみたいな人だけどペッペッペッって言うっけ。あいつピッピッピーって言うね。ピッピッピーって。山口県から来ました、田口龍です。しょうやなお前。まあでも本当に、はい、まあ一般の人も見とるんで言っとくと、まあじゃあうちの職人さんも結構ね、あの見とる動画で見とるとわんぱくだよな。わんぱくですね。わんぱくそうな子はいますけど、またちょっとね、ああいうまあ犯罪じゃ、ああ捕まらんと思ってやっとるんだろう。まあ多分そうですね、見とると、はい、でああいう絡んでいくのも凸っていうのはギリギリのことやってる。ギリギリのことやってますね。で自分がまあ有名になりたい、それはまあ誰でもあると思うの。だから YouTube でも、はい、もちろんそれこれビジネスでね、僕らを有名にさせてブランド力つけてね、やっぱ実際仕事の紹介とかもあるから、はい、まあ、確かにね、彼が有名になりたいっていうこと自体は別に責めることでも何でもないと思うんだけど、でギリギリのことやるのもいいと思うんだけど、はい、間違ってますよね。でも有名になり方がなんかかっこよくないですよね、うんうん、そうそう、まあ、今日そんな感じでよろしいですかてな感じでね。てな感じじゃないってお前、この動画上げていいんだよ。ギリギリだぞ、うちもこれ。うちも視聴者の皆さんギリギリ、あ、ぜひいいねと。はい、チャンネル登録ですね。チャンネル登録。まあ本当にまた面白い、あ、まあね、初めてこういうヘズマ流、はい、で興味持ってこの動画見ていただいた人は結構面白いこともね、はい、いろいろやってますんで、ぜひあのいいねとチャンネル登録してまた見てください。お願いします。よろしくお願いします。またねー。